よいしょよいしょよいしょ。この物語は制限時間内でビシエド選手でホームランを打つ企画となっております。ちなみに配信でやっておりました。ということで今日はビッシーでいきます。お願いいたします。お願いだ。今日こそ達成させてくれ。ということでスタートいたします。パン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 。いや伸びないね。金か3連勤じゃないよ。なんだっけ、3連休か。やばい、超絶もボケてきたぞ。30にして急にボケが始まったぞ。3連休が、やーっとビシエドで成功するかもしれない。めちゃめちゃ寄ってるかぐらいのあれだよね。頭回ってなかったもん。そう、打てなかったか。めちゃめちゃダメだった。自分ではどうしたっていうぐらいさ、3連休のこと3連休っていうしさ、独裁すぎてんな仕事の。あ、3着以内にさ、はい、やっぱ日々やってるからバッティングがそれなりに良くなってきてんだよな。最初1割だったのがさ、今3割になってきてる。先メインに行こう。大谷さんとか久々に戦うぜ。かっこデブ。いやー俺もさ、最近食事制限はしようと思ってなきゃやっぱできないよね。これはいいところへ。よしよしよし、うん、いいね。面的球の馬は出ないの。あ、でもあれか、なんとかたる前か。よし、クションはまだですか。よいしょ。大谷セレクションが楽しみだ。早くシーズンも変わってほしいっていうのもあるけど、でもその前に OB あと2回ぐらいあるべ。セカンドの高木森光さん出ないかな。だったらまだ梅ちゃんの方が能力高いんだっけ。フィリッツが今、でも坂本誠志郎はダルビッシュが褒めてるか。そろそろ達成したいね。いい、めちゃめちゃいい当たりは出てたんだけどファールだったんですよね。ヨルザバエフ、ユリコヤか。あ、これがあれか、新回転のやつか。これが新回転か。めちゃめちゃ回転数多いけど、くるくる回るじゃん。でも回転量が分かるからさ、あれだね、分かりやすくはなったね。いやめちゃめちゃ立てづらかと思った。応援歌買おうかな。ニコさん、沖縄キャンプいつ行くんですか。おい、行くぞみんなね、沖縄キャンプ。沖縄、そっか、ドラゴンズ沖縄か。沖縄かのドラゴンズキャンプ行きたいな。ソロキャン、俺ソロキャンやろうかな。いつかソロキャンをやってみたいなと思ったけどさ、車がないときついよな。車買うか、レンタカーか。ソロキャン、ソロキャンもやったことあるの。ちなみにゆるキャン。あれゆるキャンってなんだっけ、なんか CM だっけ。よいしょ。山登りキャンプか。山登、そっか、山でキャンプすんのか。登って一角でゆるキャン大好き。行こうぜゆるキャンプみたいな。よいしょー。今日調子いい、ね、今日調子いい、ね、ゆるキャン、ゆるキャンって何だ。ゆるキャンアニメなのか、何か聞いたことあるなと思う。 CM かと思って。行こうぜゆるキャンみたいな、なんかそういう CM なかったっけ。春アニメ。ゆるキャンはどういうアニメ。麻雀。あーいしょ、ここで達成すんのか、アレックス。あー全然1回、全然2個、2回前の配信でアレックスに電話しとくわ。これアレックスに電話しとくわ。ごめん、今できたわ。ゆるキャンの映画は最高。やべ、俺わかんねえわ、ついていけないわ。ゆるキャンはどういうアニメなの。麻雀ではないでしょ。ほのぼの系男子高校生の日常みたいなやつ。青春系か。青春系でもありそうだよね、名前的に。ゆるキャン、ほのぼの系なのか。ルスットがいるかもしれない。もしかしたらよいしょーって伸びない。
早くさあれだ、 OB も来てほしいんだけど、大谷も、大谷セレクションも来てほしいじゃん。よいしょ、誰なんかなと思ったけど、じゃあ誰だこれ。カーブがめちゃめちゃ曲がる。よいしょ、いやー角度、もうこういうのばっかり。そうバン、いやーそのマイケンだった、マイケンスライダーだ、マイケンスライダー、マイケンスライダーだ。大島さんの足ってやっぱ絶大だな、ツーベースにしてくれるぜ。あーこれがマイケンスライダーってやつか、スラブみたいなもんか、スラブよりちょっと速いのかな球速が。マイケン体操をしよう、入る、よーし。落合、山竹、アレックスで今日打ったかな、ビシエドよしてぇな。三冠落合打法です。やっぱね、落合さん、山竹、最高の中日純正だよ、本当に。そして平田、ラッシー。だからセカンドのところに今阿部はさ楽天行っちゃったわけじゃん。セカンドのところに欲しいんだよな、 OB とかで花見さんとか ES 出たらゲットしたいなとか思うんだけど、ヤグザ打線でいくか。中田翔もゲットできるでしょ、で中島もゲットできるじゃん、出るかどうか分かんないけど S で。893打線しよう、ヤクザ打線、ビシエドも言うてヤクザじゃん、いけるぞ、コアモテ打線できる。セカンドの高木森道さマジ欲しいよね、もうマジでさ、いつ出るんだいつ出るんだって、俺今シーズンは来てくれるんじゃないかって思ってたんだけどさ、もうずっとバッターバッターで来てんじゃん。一回言わせ挟んだけどさ、次絶対ピッチャーでしょ OB に来るとしたら。今回もないのかと思ってさ、見てもおかしくないよね、いつ出るんだろうと思って。絶対守備は A じゃん、能力も高いじゃん。楽しみにしてんだけど来ないんだよな。梅野がキャッチャー梅野がさアーチストの時あったじゃん、びしょびしょ。あと50分しかない騙されねえの、騙されないぞ。さあここでビシエドで決めます、皆様ビシエドで決めます。満塁なあと10分しかない、マジで。おそらくメンテが入りますね、ここで決めればいける、大丈夫だ、決めます。よいしょよいしょよいしょ、やった、満塁弾、よーし決まりました、大成功、やったー、初めて達成した、しかも満塁弾、残り9分ちょいで、あーこれは文句言えないでしょう、これは文句言わせないぞみんな、やったー、やったー、グランドスの向きでガチャ100連おーいい、100連できるかな、100連できねえだろ、100連で何エナジー使えるんだ、やったー、久々のコールド、見事なホームランです。よっしゃ、バッティングマジ良くなってきたよね、あ人間って成長するんだなっていう、見事にやりすぎ、確かに戦意喪失をさせてしまうっていう戦意喪失をさせてしまうっていう、8分はでかいね、これ達成ってしよう、達成って書くわ、これいこう、明日は岩田か、明日岩田ちょっと見よっか、いや、イバタでホームランは過去にやったことある、でも。リバティ、スターズワイド。スターズはありがとうございます。有馬記念でお世話になりました。明日はね、中断道で行くか。あ、でも、アリエル・マルチエスもありだな。アリエル・マルチエスか、平田。ワンチャン、イバタも。まあ、いつかやろうかなと思ったけど。イバタもありだな。
まあ、高橋周平もやりたいなと思ってんだけど、いつかね。スピ解放しなきゃいけないんだけどさ。あーよかった、3800。俺さ、今シーズンのやつ、大島さんぐらいしかいないからさ。ほんと、ここ4日で、プロスピ欲がすごいありですね。明日、荒木欲しいんだよ。荒木出ないでしょ。俺、荒木まだ持ってないのよ。洗い場で組みたかったんだけどさ、まだ。無課金でやってるからさ、言うて。で、ちょっとね、チャレンジしていきたいな、と思いますので。まあ、そんな感じで今日はね、終わります。お疲れ様でした。